大沼の湖畔でネイパル森のカヌー教室が行われていました。ネイパル森に泊まっている若者たちのカヌー教室のようです。その様子を聞いていました。聞いてるだけでなんだかカヌーの乗り方が分かってるような気がします。なかなか皆さん前に進みません。女性が前で男が後ろ、これがなんかこのグループの決まりになっているようです。ボートにてかカヌーに乗っているネイパル森の若者はこの自転車で来たんだね。この自転車でネイパル森から走ってきたんだ。はあ、これがあるとどんどん来られるんだな。なるほど、こういう自転車私も欲しいね。